はようございます、星野瑠璃です。今日はiPhone7 でちょっと動画撮ってるんで、まあ、いつもと若干違う雰囲気になるかもしれませんが、まあ、どんな仕上がりになるかわかんないんで、まあ、堪能してください。ということで2017年の川崎記念の予想をしたいと思います。まあ、地方競馬ファンならね、絶対に外せないレースになってると思うので予想していきます。まずデータから。川崎記念はですね、東京大賞典組っていうのが、まあ、圧倒的に強いです。で、過去10年で2007年以外は、1着馬から3着馬の、まあ、どの馬かが必ず1頭は来ています。で、今年はですね、12番のサウンドトゥルー1頭だけが東京大賞典組で、まあ、3着ですね、3着だったんですけど、まあ、1頭のみになっているので、まあ、サウンドトゥルーは鉄板という形になります。で、次に強いローテーションっていうのがですね、名古屋グランプリ組です。で、今年の名古屋グランプリ組っていうのが8番のKTブレイブのみになっています。まあ、これも強いデータで、さらにですね、KT ブレイブ押せるデータなんですけど、過去10年で中央の4歳馬は5頭出走していて、成績が1、1、2、1という成績になっています。で、中央の4歳馬で3着以内を外した馬っていうのは2010年のゴールデンチケットの1頭のみになっています。で、今年はですね、4歳馬中央馬で4番のコスモカナディアンと8番のKTブレイブの2頭になっています。ということは、まあ、KT ブレイブも、まあ、鉄板ということで、まあ、8番と KT ブレイブと12番のサウンドトゥルーが、まあ、かなり強いということで、まあ、この今年の川崎記念はこの2頭にもう1頭何が来るかっていうのを、まあ、考えるレースかなと思っています。まず注目馬で挙げたいのが3番人気濃厚な7番の三つ葉で、おそらくこの3頭、その KT ブレイブとサウンドトゥルーと三つ葉の3頭にこうぶち込む人が多いと思うんですけど、まあ、三つ葉は地方が初となるので、まあ、ちょっとこの3頭っていうのにぶち込むのはどうかなと思うんですよね。でも、まあ、完全に切ることはできないので、まあ、この馬が来たら赤みってもしょうがないという気持ちで買いたいと思います。で、次に挙げたいのが4番のコスモカナディアンで、筋量もまあ4歳馬なので1キロ軽いし、その4歳馬のデータ、さっき紹介したKTブレードとコスモカナディアン2頭だよっていう4歳馬のデータをまあ無視することもできないというので、まあ、三つ葉と同じく地方は初なんですけど、まあ、この馬も無条件で買いたいと思います。あともう一頭は2番の K.I. レオネ、まあ、私の動画をね、見てくださってる方はわかると思うんですけど、ちょっと因縁のある K.I. レオネです。でも、まあ、地方でトップっていうのは、まあ、この馬だと思います。で、今回のメンバーなら、まあ、3着は狙えそうかなと思っていて、まあ、この3頭をまあ注目馬として挙げておきます。で、まあ、ハッピースプリントについてはですね、その東京大賞典組でまあ8着なんですけど、まあ、K.I. レオネともし戦った時に私は K.I. レオネにはもう勝てないと思ってるので、今回そのもう2頭が、鉄板の2頭がいるので、ハッピースプリントはまあ切ろうかなと思っております。で、まあ、地方競馬なので当日のオッズがまあとても重要になってくるのですが、まあ、買い目を発表しておきたいと思います。3連複3点で、1列目に KT ブレイブ、8番の KT ブレイブで、2列目に12番のサウンドトゥルーで、3列目にさっき挙げた2番の K.I. レオーネと3番の三つ葉で、4番のコスモカナディアンの3点にしたいと思います。もうこの3点にしたとしても、もしかしたら三つ葉はが見る可能性もあるかなという感じなんですが、あ、三つ葉7番だ、
間違えた、7番だから8、12、247ですね。合ってる、気合えるよね。コスモカナディア7247、間違えちゃった、ごめんね。ということでこの3点を挙げたいと思います。でまあ現地もね割と去年行ったんですけど空いてたんで、まあ現地観戦するよっていう方は、私は行けるかちょっと微妙なとこはあるんですけど、必ず馬券は買いますので、当日まあそのワイドですね、ワイドのオッズが何倍かっていうのと、まあ固く行きたいならばもうサウンドトゥルーとKT ブレイブのワイドがまあおすすめですけど、まあどうしても安いようなら、まあそんなにリスキーなことはしたくないという方なら、まあ三連複、まあさらに勝負するよっていう方は三連単とかをまあ買うのがいいんじゃないかなと思います。まあ地方競馬ね私大好きなので、まあここは2017年一番最初のぶち込みレースになるのかなと思っております。まあ今回も当てたいですね。まあこんな感じかな。まあ短いんですけど iPhone7 で撮ってみたんでどうだったかな。まあ川崎記念の予想こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。